剣と魔法のノベス、イニシエの、なんだっけ、そろそろあってもいいんじゃないかなっていうネタをね、ダラダラと上げていく動画です。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。今、絶賛、4時です。はい。ずっと起きて、アストレアラ周回して、動画作んなきゃと思って作ってるクソ動画です。よろしくお願いします。そろそろもあってもいいんじゃないかな、まだ実装してねえのかよっていうネタがね、いくつかあるのでそれを紹介します。1、ポロの上限を増やせ、もしくは銀行を設置しろ。これはね、だいぶ前からあったんですけど、今1000万ですけど、もう1億まで上げるとか10億まで上げるか、厳しければ銀行に預けられるとか、そういう仕様が欲しいよね。いい加減ね。からの2番はね、そのポロガチャの中身を変えてほしいかなっていう点。だからポロの上限を上げて、ちょっと高級なポロガチャ、昔さ、正月イベかなんかでポロ貯めればガチャ引けるみたいなのあったじゃないですか。ああいうのね、実装してほしいなってあるんだよね。ちょっと高いポロガチャ誰も得意しないもんね。あれこそですね、 PVP 用のね、装備をね、出すべきだと思うんだよね、あいつにね。いやー、 PVP 用にね、石3個だっけ、せこい売り方してんなと思うんだけど、まあまあまあ会社厳しいんだなと思うんだけどさ、ちょっとうまみを残してあげようよ。初心者の方にもさ、もうちょっとやりやすいようにさしてほしいかなと思うよね。はい、3、これね、昔何年前だっけな、まだ私が元気だった頃に運営さんの方に問い合わせはしたんだけど自分たちでイベできるようなさ仕様が欲しかったなって。そう、例えばさ、フィールドになんか宝を隠してそれを見つけるとアイテムゲットみたいな、そういうね、何でもいいんだ、アイテムでもいいし装備でもいいし石でもいいしポロでもいいし、なんかそんなような仕様をね作ってほしいなっていうのもあるんだよね。そうだね、俺、城下町とかにさ一列にさ爆弾とか仕掛けたいよね。マジボンバーマンコラボ欲しいよね今ユーザー間でね、なかなかねイベントがね難しいんだよね。かくれんぼとかやってるユーザーさんもいらっしゃるけど、なかなか難しくねこの今の仕様でね、だからみんなやりたがってるのはさ、やっぱり組んでほしいよね。4、ゼルダ的な要素なんか欲しいよね。できそうだもんね。今の仕様で、なんか合わせたらバグ多そうだけど今の運営さんにできるかどうかちょっとわからないんだけど、できたらすげえ楽しそうだよね。でも運営さんってさ、どっかに買われたよね。でその買った会社がまあそこそこお金持ってるからいけんじゃねえかなって思うんだけど、いや本当ね、このゲームね、うまくやればもう絶対伸びると思うんだけど、なかなかねなんでだろうな。でも個人的にはね、大好きなゲームだからさ、やっぱりずっとやっててほしいよね。はい、今日はこんな感じですね。メンテ明けの動画っつうのに全く紹介しないっていうね相変わらずのクソ動画ですが、はい、こんな感じで終わります。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。